精神、全身に染み渡ってくる悲しみに耐えつつ生きなければならない、そして死刑執行という未知のものに対する果てしない恐怖が私の心をたとえようもなく冷たくする時がある。両親は無実の人間の命を守る唯一の声である。暗く苦しい夜が長ければ長いほど一人は声高く、闇夜は明るくなった。鳥を早くなれ、夜がゆっくりと明け始めている。しかし私は勝つのだ。この日が来ることは当然予想してました、覚悟もしてました。ただ同時にもしかしたら御社が可能性は全くないわけじゃないという希望もありましたし、覚悟していたつもりでしたけど、やっぱりショックですね。再審請求中の執行だったということを勝手に申し上げなきゃならないと思うんですね。確か13年の処刑された人のうちの法律の規定がないわけです。憲法31条は法律の規定がない限り人の命を奪うことはできないとはっきり明記しているわけですから、6ヶ月過ぎた後再審請求中の場合に執行できるかどうかについては法律事項であるのか、法律がない。亡くなる、あるいは殺される10日しか経ってない。10日前にはまあ元気でまた会おうねと言ってた人がですね、もう両親に 眠るようにまた亡くなった。その姿を見て改めてです、死刑というのは国家による犯罪である。今週の火曜日、私が引き入れた62人の弁護士、最新に引き入れた弁護士と2人で飲みましたけれども、まあ一言、遠藤君は難しい人間だったけどでもいいやつだったねという話を2人でした。その後、その62期の弁護士は、まあ、号泣をして、そうですね、30分内の件ではないと思いました。まあ、残念ながら、昨日、橋本さんは、まあ、処刑されてしまったわけですけれども、まず、橋本さんの人柄なんですけれども、一言で言えば、非常に真面目で純粋、そして非常にまあ正義感も強くて、まあ、拳のような、そういったものすごくこう、古風な、人柄だったなというふうに思っています。まず残念なところは、やっかいの人となりからしてこの段階で執行されたということが本当に残念でたまらないというところであります。彼自身は被害者の方々に対してずっと謝罪の気持ちを持ち、最後までずっとそれを持ち続け